品川区の一本校品川区の町名では、東京都品川区に存在する、または過去に存在した町名を一覧化するとともに、明治時代初期以来の区内の町名の変遷について説明する。1、品川町に大井村3、大崎村4、目黒村5、石踏襖村6、平塚村7、大森村8、入り井村9、調布村10、池上村11、 孫目村12、羽田村13、鎌田村14、六号村15、矢口村16、駒沢村17、世田谷村18、玉川村19、松沢村東京都品川区は、昭和22年3月15日、当時の品川区と江バ区が合併して成立した。以下、明治時代初期から品川区成立までの行政区画の変遷について、略述する。 現在の品川区の区域は、かつては、武蔵区に江原郡に属し、明治2年から4年までは、品川県に属していた。江原郡の区域は、現在の品川区、大田区、目黒区のほぼ全域と世田谷区の一部に相当する。明治4年7月、廃藩地検が実施された。同年11月、従来の東京府、品川県、小菅県が廃止されて、 新しい東京府が設置され、江原郡の区域は東京府に属することとなった。同時に、府内は6大区、97小区に分けられた。明治7年3月、区割りが見直され、改めて11大区、103小区が設置された。後に、品川区となる区域は、このうちの第7大区、第2.35小区に属していた。その後、 軍区町村編成法の施行に伴い、大区小区制は廃止され、明治11年11月2日、東京府下に十区六軍が置かれた。後に、品川区となる区域は、このうちの江原軍に属していた。明治22年、市制、町村制が施行され、東京市が成立、府下の六軍は、既存の町村が整理統合されて85町村となった。 この内江原郡に属していたのは5町14村であり、現在の品川区の区域に該当するのは品川町、大井村、大崎村、平塚村の1町3村である。なお、前述の6郡のうち、南豊島郡と東多摩郡が明治29年に合併して豊多摩郡となっている。昭和7年10月1日、東京市は、 周辺の五軍に属する八十二町村を編入し、いわゆる大東京市が成立した。編入された八十二町村は二十区に編成され、東京市は既存の十五区と合わせ、三十五区から構成されることとなった。品川区の前身である旧品川区と江原区は、この時に成立したもので、品川町、大井町、大崎町の区域が、品川区、江原町の区域が、 エバラ区となった。昭和18年7月1日、東京府と東京市が廃止されて、新たに東京都が設置された。この時、品川区、エバラ区を含む35区は、東京都直轄の区となった。昭和22年3月15日、前述の通り、これら2区が合併して、新しい品川区となった。エバラ区と合併する前の旧、品川区の区域は、 明治22年の市政町村政志向の時点では、江原郡品川町、大井村、大崎村に属していた。品川町は、南品川塾、南品川漁師町、李田、新地、二日、五日市村、北品川塾、品川歩行新宿の六町村が合併して、明治22年に成立したもので、合併前の九町村は合併後の品川町の大技となっている。 大崎村は、上大崎村、下大崎村、谷山村、霧ヶ谷村、伊木橋村の五村と、芝区白金猿町が合併して、同じ明治22年に成立した。合併前の五村一町は、大崎村の大技となっている。大井村は、明治22年以降も単独で村制を継続した。大崎村と、大井村は明治41年に調整を施行し、それぞれ大崎町。 大井町となった。昭和7年、品川、大崎、大井の3町が合併して品川区となった。以下は、明治22年の市政町村政施行以前の旧町村名、同年の市政町村政施行時点の大技な昭和7年の品川区成立時の町名の対象表である。以下は、住居表示実施直前の品川区の町名と現行町名の対象表である。 エバラ区の区域は、明治22年の市政町村政志向の時点では、エバラ郡平塚村に属していた。平塚村は、エバラ郡中のべ村、戸越村、小山村、上、蛇久保村、下蛇久保村の小村と、谷山村飛び地が合併して、明治22年に成立したもので、合併前の旧村名は合併後の平塚村の大技となっている。村名に選ばれた、平塚は、 中野村、戸越村、小山村に共通して存在したあざなである。平塚村は、大正15年に調整を施行して、平塚町となり、翌昭和2年、江原町と解消した。解消の理由は、神奈川県の平塚など他地域にある同盟の地名との混同を避けるためであった。昭和7年、それまでの江原町の区域が、東京市江原区となった。 同年東京市に編入された20区のうち、単独の自治体が一つの区となったのは他に、滝野川区のみである。なお、前述の谷山村の飛び地は、旧小山村内にあったもので、現行の大山4丁目付近である。昭和7年の茨城成立時、中信、戸星、小山の3つの大技名は新区の町名として、存続したが、大技上蛇久保と、 大技したヘビクボはそれぞれ上新名町、下新名町と改称された。これは、ヘビクボの地名が、イメージが悪いと考えられたためである。昭和十六年には、区全域にわたる、町名改正が実施され、区成立当初の五町が五十八町に再編された。この時、上新名町、下新名町は再度改称され、豊町、二葉町等となった。以下は、 明治22年の市政町村政施行以前の旧町村名、同年の市政町村政施行時点の大技な、昭和7年のエバラ成立時の町名、昭和16年の町名改正後の町名の対象表である。以下は、住居表示実施直前の品川区の町名と現行町名の対象表である。住居表示実施後は、昭和16年の町名改正時に付けられた町名が、 おおむね踏襲されているが、間違いは変わっている。また、西、戸越東戸越市の町名が廃され、戸越はじめ6町名が新たに成立している。品川区では全区において住居表示の実施が完了している。以下は住居表示実施後の町名と、当該住居表示実施直前の9町名の一覧である。9町名の後に、と中期したもの以外は、 当該休場一揆の一部である。ありがとうございます。